この仮称・青衆から新刊時代にかけてやっぱり社会の人間の存在というものがかなり大きく変わってきたのではないかと考えられます。過小青州時代には、個人というものがあままり表に出てきません。習俗という集団が第一義的に重要であり僧病において大規模な祖先の共同祭祀が大事であった時代であるというね。 それに対して春秋戦国時代にはそういう伝統的な社会を打ち破るような人たちが輩出した時代でありその人たちは個人を主張しているとい個人の在り方が宗族に属しているというだけではなしに一人一人が宗族からも自立した個人として祭りを受けるというそういうふうな時代が春秋戦国時代に生まれてきたことがお墓の上に盛り土をしそれから お墓を密閉したのがそこへこう魂が行き来できるように開通してくるというね通路が開通してくるというようなことの背景はそのようなところにあったと思われます。